ポリウレタンでいうとストレッチがあるので伸びるんですよ。今回このオーダーで何を変えたかっていうと、変えれるオーダーちょっと少ないんですよ。ちょっと工夫するだけでそういう自分の欠点っていうのを隠せるっていうのがオーダーなんですよね。はい、本日ですね、感動レベル、ユニクロやりすぎやって、それは他のブランドできひんやんっていうスーツをねご紹介していきたいなと思います。ということで、ユニクロの方でオーダーのスーツを作ってきました。今届いたばっかりなんで皆さんと一緒にね見ていきたいなと思うんですけども、オーダーのスーツってされたことない方めちゃくちゃ損してると思うんですよ。なんでなんかっていうと、オーダーのスーツにこそ男の全てが詰まってるんですね。サイズがジャストやとかそういう話とかじゃなくて、自分の体型をよく見せるっていうか、自分のデメリットを隠すことができるのがオーダーなんですよ。で、それをね今からちょっと見ていきたいなと思うんですけども、まずはジャケットから見ていこうかなと思います。まあ人によっては、例えば僕なんかそうなんですけど、上半身が華奢に見えるので、どうやったらごつく見えるかとかっていうのもスーツのオーダーで全然変わるんですよ。それこそちょっと逆にふくよかな人とかやったら、どうやったら細く見えるかってちょっと工夫するだけで、そういう自分の欠点っていうのを隠せるっていうのがオーダーなんですよね。今回このユニクロの方に関しては、僕ねストレッチウールスリムジャケットっていうのを買いました。これが17,900円ということで、めちゃくちゃ安いで、あとパンツも買いました。パンツはねこちらですね。ちょっと開封していきましょう。ストレッチウールスリムフィットパンツ、これ買った理由は、僕ちょっと最近筋トレしてて礼服のスーツのサイズ合わんくなってきたんでね。はい、ということで着用しました。全体のバランス的にはこんな感じですね。上が48っていうサイズで着用してます。パンツが79で履いてるんですけども、ちょっとウエスト余裕あるので、もう一個下でも76でもよかったかなと思うんですけども、こんな感じですね。まあ、サイズ的にはジャストかなと思います。で、今回このオーダーで何を変えたかっていうと、変えれるオーダーちょっと少ないんですよ。もうちょっとしたらシャツ、ワイシャツに変えたりとかして着ようと思うんですけど、変えれるオーダー少ないといえども、コーダーしたことない人とか礼服とかで使いたい人とかはめちゃくちゃいいと思います。っていうのもね、これ生地感見てください。この生地感、ウール 98% ポリウレタン 2% なんですよ。まあ、何が言いたいのかっていうと、まあ、これ見ていただける方ってご存知ですよね。ポリウレタンっていうとストレッチがあるので伸びるんですよ。だからスーツでジャストサイズで着用してもきついとかってあるじゃないですか。スーツってぴったりがいいんですよなんて言ったりして、バツバツで着させられるけど、なんかちょっと飯食ったりとかしたら、ちょっとボタン開けとかなあかんなみたいになったりする時あると思うんですけど、これは全然伸びるので着やすいってこともあるし、あとウールがまあ 98% 使われてて、こんなニュージーランドのウールとかもブレンドされているようなので、本当に生地だけで見たら、こういった他のねスーツの生地とめちゃくちゃ劣るんかって言われたら、あんま劣らんレベルまで着てんねんなっていうのをね実際着てみて思いました。ワイシャツにちょっと着替えてみましょうか。はい、とまあこんな感じです。いかがでしょうか。サイズ的にはほんまにめちゃくちゃジャストで、上着てみると、すいません、あのネクタイが完全礼服になってるから、礼服スタイルになってますけど、これあの WBC のジャパンもなんかこんなん着てたと思います。おそらくね、これのオーダーかな、オーダーじゃないですか、ね、ちょっと分からんけど、オーダーっているんって話じゃないですか。いやいや、オーダーせんでも釣ってるやつあるやん、もうそれでええやんっていう話じゃないけども、最初に言ったみたいに自分のねデメリットを隠せるんですよ。まあスーツのオーダーって多分されてる方多いと思うんですけど、なんとなく普通に測られてぴったりしておけばいいんかなぐらいの感じで、丈もなんか短くなったりとかして、ここも短くして、それでいいんかなと思ってたりするじゃないですか。でもそれって人によって違うから、例えば僕とかってこう肩幅があんまりないんですよね。でそういう人って言ったら、ここのラペルの部分をあえて太くすると上半身が大きく見えるっていうことで、このオーダーシラスなんかは普通よりも 1-2cm 僕大きく太くしてるんですね。なのでこういう細いやつっていうか、まあ普通のやつと比べると少しこう太めに設計されてると、上半身にこう迫力が出てきたりするってなるし、あとまあ柄を上に入れることによってもまた迫力も出てくるし、もっと言うと素材感でこういうまあウールのモコモコした感じの着ても、さらに細身の人なんかはこうね、まあちょっとがっつりしてくるというか、肩幅がない人なんかにはね、いいかなと思いますし、逆にごつい人なんかはこういうウールのモコモコの着ちゃうと、もうもっとごつくなってクマさんみたいになってくるから、そういう方にはあんま向いてなかったりするんですけど、ラペルの細さとかボタンの締める位置の高さ、この白いゾーンがどれだけ見えるかによっても全然違うじゃないですか。今回で言うとユニクロのは何ができるんかっていうと、基本的には丈だけなんですよ。だから丈しか変えれないので、何が重要になってくるかというと、元のサイズか、元のサイズが僕46で着ようかなって最初思ったんですね。で46で着ようと思ったら、46ってもう肩パツパツなんですよ。肩パツパツの指数ってどこで見るかっていうと、僕どっちかって言ったら肩がこう前に入ってるタイプなんで、背中のここにねすごい横シワが出てくるんですよ。これが出てきたらもうサイズが小さすぎる。なのでいくらストレッチ効いてるからパツパツがいいんですよなんて言ったりしても、そもそも肩が鳩骨の人とかやったらここに多分シワが寄らへんし、僕みたいにちょっと猫背型の人とかやったらめちゃくちゃ寄りやすいから、いくらストレッチ効いてて楽なんですって言ってもずっとここにシワあるとおかしいんですよね。だから48にあえて伸ばして丈をだいぶ縮めてるんですよ。袖丈を縮めてて、ちょうど僕の場合で言ったらこうシャツがちょっと出るぐらいにしてて、よくねこの親指から10センチとかって言ったりするんだけど、そんなも人によって全然違うから、こうシャツ出した方がいいのか、もうちょっと隠れてる方がいいのかも、このバランスによって違うじゃないですか。で僕ね足がちょっと短く見えるんですよ。なのでここの上半身をあえて短くして、こうしっかり分けるんです。
ですよね。ほんなら足が長く見えたりするけど、お尻の半分よりお尻全部隠れるぐらいがいいですよなんて言ったりして、パッて着てみたらなんか自分着たら足短く見えるし、なんか変やなっていう時あるじゃないですか。ああいうのって自分の体型に合ってないから、極力どんな流行りであろうが何であろうが自分の体って変わらないので、自分の体に合わせていく。だから自分のデメリット、足が短いというデメリットがあれたら、ジャケットの丈をキュッて短くしてあげる。でもその代わり、じゃあもともとちっちゃいの買っとけばいいんかって言ったら、いやもともとちっちゃいの買ってたりしたらそもそもスーツの肩崩れてるよねってなったら、より華奢な体が華奢に見えてくるので、あ、肩幅的に言うと48で合わせといて、丈感はもう46の丈感でいいなっていうのでギュッて縮めるんですよ。だから僕全部このスーツ作ってるやつとか、まあ既製品もあるんですけど、基本的にはもう丈短めで足短いのがバレないようにしてるっていうことで、オーダーってそれだけでもだいぶ変わってくるので、スーツ屋さんが測ってた、なんか皆さんこうされてますよとか、トレンドはこうなんですよとか言ったりしてるけども、いやトレンドとか関係なく、自分の体ってトレンドによって変わっていかないじゃないですか。ちょっとトレンドやからあの体大きめになってきたわとか、いやトレンドやから足長くしてみたとか、そんなことありえへんじゃないですか。って考えたら、自分の体に一番合うように自分のデメリットを隠していくっていうのが、このスーツのオーダーの良さなんで、今回は丈しか変えれないっていうところなんで、ジャケットもパンツもそうなんですけど、パンツも丈しか変えれないので、丈をちょっと短めにしてるっていう形です。パンツに関しては難しいのが、あんまり短くしすぎると座った時にもう来ないし上がってくるから、ちょっとそれは変やから、ちょっとワンクッションあるかないかぐらいにして、クッションも多ければ多いほど足が短い。よく日本人のサラリーマンの人っていうと、足元ボコボコしてて、なんかパンツもボヨンってなってるとかっていうのあるじゃないですか。であれって体型を隠せるのに、スーツで隠せるのに、わざわざ自分の悪いところを出していってるから、まあ、そういうのってもったいないなと思うので、実はオーダースーツっていうのは大人がするべきことっていうか、大人が自分の体型分かって自分のカラーとか分かっていくと面白いんですね。で、僕ここにもあるみたいにパーソナルカラーの一応資格持ってるんですよ。だからここにあるスーツって全部自分に合うカラーしか買ってないんです。例えばこの緑のやつ、こんな作業着みたいなスーツ誰が似合うねんって感じないけども、僕はオータムっていうのかの有名な木村拓哉さんと同じになってますので、まあ、この色がどっちかって得意なんですよね。こういう感じで着るのが、挨拶とかしに行くとき、企業さんに挨拶しに行くときとかは、まあ、こんな感じでセットアップ着ることもありますし、人によってはこういうくすんでるとおじさん臭くなったり、おじいみたいになるじゃないですか。で、僕逆にブルーが苦手なんで、全くブルー系がないんですよね。で、まあ緑のスーツってちょっとやりすぎかなと思うけども、まあブラウン系やって全然あるので、ブラウンも僕どっちかって得意な方なんで、まあ、ブラウン系とかもうこうやって合わせていくと、まあ合いやすいよねっていうのがあったりするので、まあ自分の好きな色とかっていうのじゃなくて、自分が似合うカラーでさらに似合う形にしていけば、もう誰がどう見たってめっちゃ似合いますねってなるじゃないですか。なので実はオーダースーツを制するものはメンズファッション全て制するわけなんですね。カジュアルの洋服もそれで言うたらわかるじゃないですか。あ、俺この色似合うなとか、あとこのマウンテンパーカー、ノースフェイスのマウンテンパーカー、マウンテンライト何色にしようかな、あこの色似合ってるわとか、そもそも形が俺足短いからあんまり長いのやったらあかんから、その時はもう太めのパンツ履いちゃえとか言って、ごまかしちゃえとか言ってごまかしたりすることもできますので、まあそういったことで、僕はあんま普段スーツの話でしないんですけど、実はスーツを分かっておけば結構ファッションに生きてくるよねっていうのが、なんかまあ皆さんあれあれやと思いますので、まあもう分かってるよと、それ分かってて実は拓造言わんといてほしかったんと、俺だけこっそり知ってて、なんかあなたいつもスーツ誰々君スーツ似合いますよねってよく言われるんやけど、この法則を秘密にしててんっていう方もいらっしゃるかもしれんけども、まあみんなで共有していきましょうよ。やっぱ自分の似合う体があるから、そういうのを合わせていこうねっていうことで、で逆にスーツをダボっと着た方がかっこいい人もいてはるから、それとかってやっぱ肩幅がもともとごつかったりとかして、肩幅がそんなになかったとしてもナチュラルって言って、ちょっとオーバーサイズが似合う形の方もいらっしゃるので、そういう方もいいと思うし、まあ僕とかやったらちょっと首が細いのがコンプレックスやったりするんですね。こうどう見ても首がちょっと細いから、やっぱり襟付きのものの方が似合いやすいので、襟がまあ太ければ太いほど立ってきやすいので、まあ似合いやすいよねっていうのがあったりするんですけど、このユニクロのやつがオーダーがね全店でできるわけじゃないらしいんですよね。でまあ僕の近くでも1店舗あったんですけど、なんかユニクロスーツオーダーって調べたらできる店舗がバーッと出てくるので、そこに行って予約とかせんでも、僕の場合も朝一行ったんですよ。朝一のほんま10時とかにパーッと行って、すいませんこれスーツオーダーしたんですいいですかって言ったら、あ大丈夫ですよって言って、もう30分ぐらい。ユニクロの店員さんと一緒に決めるっていうのはなかなか難しいじゃないですか。ユニクロの店員さん僕の体のこと知らんから、だから僕がまあパッて自分で来て、あこの体型やったらこれで行きたいな、じゃあ48やな、袖こうやなって言って、店員さんにももうちょっと長いの勧められたんですね。もうちょっと長くてもいいんちゃいますかって言われたけども、僕の体型的にここが長くなってくるとダボンとこうだらしなくなってくるのが分かるので、あもう全然短くて僕いつも大丈夫なんでっていうことで短くしてもらって、それがねなんと納期すごい2週間できたから、もう普通のオーダースーツ、まあこれとかオーダースーツなんですけど、それとかね大体2ヶ月ぐらいかかるんですよ。九州にスーツの縫製してる会社さんとかあったりするんですけど、ユニクロはこれどこで作ってるんか分からんけど、まあ2週間ぐらいで届きました。自宅の方に送ってくださいっていうことで自宅に送ってもらって、これがまたすごいのが値段がこれで3万切ってるんですよ。マジでって感じじゃないですか。こんなことしたらユナイテッドアローズもビームスもみんな困ります。おいやめてくれよと、そんな値段で出されたらうち3万円でパンツ1枚やのに、ユニクロさん3万円で上下セットアップされると困りますっていうのが、各セレクトショップさんとかね、他ブランドになってくるかなと思います。ただそう言ったら、えすごい3万円でこんだけ抜
っちりいけんの、ほんならそれでいこうってなるんやけども、まあ、大体の人って自分の体型が分からへんじゃないですか。だから自分のそのどうやっていったら合うかとか、どうやっていったらまあ似合いやすくなるか、どのカラーが合うかとか、これ今回ユニクロに関してはグレーとネイビーとブラックはちょっと確認できたんですけど、あとのカラーがちょっとあるか分からないですけど、多分赤とかベージュとかこんな感じですよね。あとカーキとかそういうのはないと思いますので、まあ、本当にシンプルな感じで一回作ってみて、俺は丈が短い方が似合うんかな、いや丈長い方がいいんかな、まあ、ここしかちょっとユニクロではできないんですけど、他とか言ったら銀座スーツっていうとこかな、なんかそんなんとか言ったら5万円ぐらいでできたりする、銀座って場所じゃないですよ、なんか銀座スーツみたいな名前があったと思う、それだったら5万円ぐらいでオーダーできたりとかするので、一回それでやってみて、店員さんの言うことを聞くんじゃなくて、極力自分の体型こうやからこうやってっていう意図を持って、仮説を持ってやっていたらね、結構自分に合うやつって出てくるので、その法則さえ間違えへんかったら、次メンズのファッション行っても一緒なんですよ。俺丈短めが似合いやすいなってなったら、あんまロングコート着いひんくなるし、逆に丈俺長いの似合うなってなったらロングコートばっかり着ていくようになるし、あとまあ人によったらスーツちょっとダボっと着てもかっこいい人おるじゃないですか。そういう人はもう肩とかで合わす必要全くないので、肩合わせるとか全く気にせんでも全然良かったりするんですけど、僕はもう全くそんなんか無理なんで、肩ぴったり合わせなあかんから、そういう風にして着用しております。生地感で見てもらったらどうなんやろ、これとかやったらコットンなんで、やっぱりスーツっぽくはないですよね。コットンのスーツ、コットンのジャケット、これもそうですね。さっき着たなんですけど、コットンのジャケットってなったら、まあ洗うことはないけど、洗濯とかクリーニング出して置き方次第ではシワにもなりやすいっていうのもあるし、これはイギリスの生地なんですけど、このイギリスの生地、春夏モデルの生地なんですけど、あんまり機能感のないような生地感と、このユニクロの生地感見てもらってもそんなに遜色ないと思うんですよね。見てうわ安っとはならないと思うんですよ。ただこれやっぱりそのあくまでスーツなんで、カジュアルで着るようじゃないんで、例えばこういうさっき言ったラペルのとこのステッチ見てほしいんですけど、このステッチが横幅から 0.8 ミリずらしてるんですよね。でこれをキワキワで縫うことによって綺麗めになるし、これ外せば外すだけカジュアルになってくるんですよ。もっと中に入れば入るほどこのステッチがねカジュアルになってくるし、これユニクロ見てもらったら分かるんですけど、ユニクロとかはもう一番このキワで縫ってるんですね。その端っこのラペルの一番キワで縫ってるから、より綺麗な印象になるので、あんま私服で着る用のジャケットじゃないんですけど、こんなんで見ても分かりやすいかな。これとか例えばディッキーズのやつなんですけど、ディッキーズのステッチ結構離れてるよねみたいな、ラペル離れてるよねって感じだけど、こっちの方はラペルがギリギリやから、ちょっとやっぱ綺麗な印象になったりとかするっていうのも、この辺は多分スーツ屋さんに行けば教えてくれると思うので、どっちの方が綺麗に着れますかとか、カジュアルとして着るんやったらどんな感じがいいですかとかって言ったら教えてもらえると思いますので、いいかなと思います。黒のスーツなんてカジュアルで着ることほぼほぼないから、もうこれはもう礼服とかで着るから、そんなに選択肢がないので、もうステッチとか気にせんと、もうとにかく肩で合わせるか、いや合わせん方が似合うかなとかっていうのをとにかく着まくって、なんかしっくりくるなっていうのをね選ぶっていうのがいいと思います。で特に男性ってあんまりそういう美的感覚少ない方多いので、奥さんと一緒に行ったり、まあ、彼女さんと一緒に行ったりすると、女性の方の方が見えてる色の数も多いし、洋服に対してのそもそもの知識もあるから、スーツの概念とかあんま気にしないから、女の人は似合うか似合わへんかで見てるから、そういう風にして見ていくっていうのも面白いかなと思いますし、ほんまに色味変わるだけでね、えらいやっぱ雰囲気変わるんで、まあこういう感じでディッキーズのジャケットになったらこんな感じなんですけど、色味としては変じゃないんやけど、形が僕似合ってないから、形とか見てください、ちょっとこうダボっとしてるんですよね。でまあもともとコットンやから張り腰があるからダボっとしてるのもそうなんですけど、それによってちょっと体型が崩れてるよねっていうのもあったりするし、ポケットがやっぱり外にこうフラップっていうか、これが出ることによってよりカジュアルになるので、これが中に入っててもあれですし、まあそもそもこのポケット自体がこういう風に外付けのポケットにするのもやっぱりカジュアルになるので、スーツじゃなくなってきたりもするので、その辺で見るとユニクロなんかはもうこれスーツ用やから、一応フラップあるけど外にこうポケットがついてないので、こういうそういうポケットの1個の刺繍あるかないか、この中に入ってるタイプなんか、外から付けたタイプなんかによっても着れるシーンはやっぱ変わってくるでしょうし、あとやっぱそれ以外にね、もうとにかくこんだけね安くてもう3万円切ってユニクロあるわけじゃないですか。でまあジャケットは1万7900円でしょ、パンツが7990円やから、もしよかったら上下買って、で、うわ、めっちゃええやんってなった時には、パンツをもう一本買ったとしても、4万いかんのか。それはいかへんわな。とにかくお得っていうことが言いたいので、めちゃくちゃ安くできるんじゃないかなと思います。はい、というのがね、一応今回ユニクロの方でスーツ作らせていただいたっていうことにはなってるんですけども、スーツもね、あのジャストサイズがいいとかってみんな言うんやけども、ジャストサイズすぎたら逆にごつい人らとかって足パツパツなって、たまにグッチの革靴とか履いてる人いてるけども、あれもう体型合ってへんじゃないですか。あれはあれでちょっとやりすぎやなと思うし、ああいう人らはもうちょっと逆にパンツのシルエット変えてあげて、でさらにこのラペルをもっと細くしたら細く見えるので、未来でキスに向き合うんでもちょっと大きいのにしても、このラペルを細くするだけでもヒュッて丈って長くは見えるので、そういう風に
にして対応していくっていうのもね面白いんじゃないかなと思います。まあとにかくどう見せたいかじゃないですか。自分をどう見せていきたいかで、シュッと見せたいなっていう時やったらシュッと見せるで感じでやるし、あえてカジュアルに見せたいなっていう時やったらこのディッキーズみたいな感じでカラーものにして、しかもコットンの素材にするだけでもう全然また見え方変わってくるので、僕もね工場見学行く時にここめっちゃしっかりしてる工場さんやなっていう時なんかはバチバチスーツっぽいジャケパンで行くんやけども、結構ラフっぽいなっていう時なんかもこういうコットン系のジャケットで行くんですね。でそしたら相手も気使わないんでいいじゃないですか。あ、なんかラフな感じで来てくれてるからラフな感じで喋れるってなるけど、なんかえらいかしこまって何々と申しますみたいな感じで言ったりしたら、なんかちょっと喋りづらいなってなったりするので、まあ、そういう相手のためにスーツ着ていくと思いますので、その時にどう見せたいか、自分をどういう風に演じていくんかっていうのもね大事だなっていうことで、今回ねユニクロやりすぎやって他のブランドもこんな無理やんっていうお話をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。